恨み重なるサイヤ人ども、高度な科学力を持った我らツフル人の惑星プラント、思えばそこにあの野蛮な猿どもが流れ着いたのが全ての始まりであったわ。命を助けてやった体温を忘れ、我らを滅ぼした憎い憎いサイヤ人ども。何が惑星ベジータじゃ、あれはもともと我らツフル人の故郷ではないか。我が同胞ツフル人の恨み、この私の底知れぬ憎しみと怒り、今こそ存分に味合わせてやる。待っているがいい。再びデストロンガスが発生し始めたのじゃ。しかも以前とは比べ物にならない勢いで。なんだって、急いで破壊しに行かなきゃ。無駄じゃ。今度のは地球の中心に発生した。下手に壊そうとすると地球が壊れてしまう。そんな、オラたちにはどうしようもねえのか。方法は一つ、全ての元凶を叩き潰すしかない。悟空、宇宙船で暗黒惑星に向かうのじゃ。宇宙船、確かブルマさんのところに。よし、みんなを集めるぞ。孫君、カプセルのケースよ。潜水艇とかいろいろ入ってるからね。サンキュー。ブルマ、わしからはこれじゃ。全部で6粒センズが入っとる。大事に使えよ。ありがとうございます、ハニー様。じゃあ、じゃあみんな行ってくるぞ。孫、その暗黒惑星とやらにデストロンガスを発生させた張本人がいるのか。さあ、まだ海王様も詳しいことは分かんねえみてなんだ。誰だろうとただでは済まさん。なんだ？悟空よ、
これは恨みの電波が起こす宇宙嵐だ。恨みの電波？話は後じゃ。とにかく宇宙船が持たん、一度引き返すんじゃ。恨みって一体どういうことなんだ、海王様。ついさっき分かったことじゃが、事件の黒幕はツフル人じゃ。ツフル人？昔のことじゃ。惑星ベジータはプラント星と呼ばれ、高度な科学文明を築いたツフル人たちが住んでおった。ところがある日、サイヤ人を乗せた宇宙船が漂着し、ツフル人に救いを求めたのじゃ。やがて二つの種族は共に暮らし始めた。しかし戦闘民族であるサイヤ人は次第に数を増やしていき、ツフル人たちに反旗を翻したのじゃ。ツフル人たちは絶滅し、最後に生き残ったドクター・ライチが暗黒惑星に流れ着き、サイヤ人に対し復讐を開始したのじゃ。恨みの電波の嵐のある限り、あれは突破できんじゃろう。オラたちは一体どうすりゃいいんだ。この先にあるオーター中域の守護神の持つ浜の守りを手に入れるのじゃ。急げ、悟空。よし、みんな行くぞ。ここがオーター中域ですね。この中のどこにあるんだ。ほら、赤い星を探す。なんだ、壊れた宇宙船か。あの大きな穴から入れそうだな。よし。いや、ゴミ捨て場みてえだな。私は守護神なり、ようこそお客人。ほら、浜のなんたらっちゅうのを探してんだ。ここにはねえのか。お前の足元にあるぞ。足元？それが怨念を吸い取る道具じゃ。どう見てもガラクタにしか。今にわかる。それから一ついいことを教えてやる。多くの敵に惑わされてはならん。真実を見極め、体当たりで勝負するのだ。それではさらばじゃ。行っちまった。ま、いいか。どうも、旦さん、儲かりまっか。なんだおめえ。わいガラクタ商人言いますねん。ダンさんが持っとる素敵なガラクタと、わしの持っとるすごいガラクタと交換しまへんか。え、どないでしたろ。ガラクタ？あ、この掃除機はダメだ。ダンさん、その掃除機がダメや言うんやったら、その懐の線図と交換でもよろしおますせ。え、線図とだって。しょうがねえな。それ、へへ、毎度大きいに。ほな、お好きなもん一つ。いやー、割れた真実の鏡でっか。毎度大きいに。ほな、さいなら。ピッコロに怒られっかな。悟空さん。よ、待たせたな。これでなんとかなりそうだ。暗黒惑星に向かうぞ。浜のアイテムを手に入れたのになぜだ。大丈夫か、先祖。いや、まだ先祖を使いすぎるな。半分ずつでいい。やった、暗黒惑星だ。すごい邪悪な
ターライチのやつはあの中か。な、行くぞ。ドクターライチじゃ。わしの計画通り、最後に残ったサイヤ人どもがガン首揃えてやってくるとは。やはりサイヤ人は戦いだけに興味があるおつむの軽い民族。何を？貴様がベジータ王子か。わしたちツフル人に恩をあだで返したベジータ王への恨み、たっぷりと貴様にお返ししてやるぞ。できるものならやってみろ。待ちに待ったサイヤ人に復讐を果たす時が来たんじゃ。サイヤ人に滅ぼされたツフル人の恨みをたっぷりと味わうがいい。サイヤ人がツフル人に助けられた恩を忘れて重ねた悪行の数々、たとえ神が許したとしても、わしはサイヤ人を絶対に許さん。何を抜かす。俺たちの先祖を奴隷代わりにこき使いやがって。貴様たちツフル人こそ許されぬ存在だったのだ。ヌストにも三部の利とはよく言ったものだ。思い返せば随分昔のことだ。貴様たちを襲ったモンスターもフリーザたちも、すべてハッチ百科が生み出したゴースト戦士だったのじゃ。ということは、おめえもゴースト戦士っちゅうわけか。そうと。わしこそハッチ百科が生み出した究極の最高戦士なのじゃ。
夢にまで見たサイヤ人を皆殺しにする時が来たのだ。長かったぞ。貴様たちのパワーではこのバリアを破ることはできまい。貴様たちをわしらと同じゴーストにしてやる。確かにサイヤ人は悪いことをした。サイヤ人を恨みに思うのも無理はねえが、だからってデストロンガスとか注文で地球を破壊することはやめろ。地球は関係ねえ。やかましい。サイヤ人が聞いたような口を聞くな。俺はサイヤ人じゃねえ、地球人だ。サイヤ人を皆殺しにするために地球人が絶滅しようがわしの知ったことではない。なんだと。サイヤ人を皆殺しにできるならわしはどんな手段でも取るのだ。ほら地球人だ、地球に手出しはさせねえぞ。やったか。俺たちはゴースト戦士なのだぞ。ハッチ百駆がある限り、サイヤ人への恨みがある限り、何度でも蘇ることができるのだ。ほざけ。はあ。死ねくそ。無駄なこと。地獄へ撃てろ。人がサイヤ人に復讐しようなどと分不相応な野望を抱くからだ。とんでもねえやつだったな。人の恨みのエネルギーが集まるとここまですげえのか。かわいそうな人でしたね。これだけの科学力を持ちながら復讐のことしか考えられなかったなんて。ライチ、サイヤ人復讐。
しまった、こんな強大な気を感じたことはない。まさか。お父さん、海王様、教えてくれ、一体どうなったんだ。悟空、大変なことになってしまったぞ。雷地のとてつもなく強い恨みの電波が800に回収され、それが増幅してついに800の限界を超えてしまった。限界を？800が暴走を始めてしまう。うちはこのまま終わりかもしれん。全ての元はあのハッチ百とかいうやつだ。俺たちは元を絶たなければなんねえ。ハッチ百とかいう化け物を破壊するしか方法はねえぞ。面白くなってきたな。今までのやつとは桁違いの化け物だ。どれが本体なんだ。天の鏡が本体を映してるぞ。よし。お父さん、これは一体。その鏡、真実を映す天の鏡だったな。八百、ひかけらも残さずこの世から消えんすら。はい。やった！虎は死して皮を残し、人は死して名を残す。ハッチ百、貴様は影も形も残さんというわけか。やったぜ。みんな、オラに捕まれ。グズグズしてらんねえぞ。デストロンガスが消滅し、
地球に緑が、命が戻ってきた。